はい、皆さんこんにちは、ようチャンネルです。はい、はい、これで4回目のゲスト工藤さん、なんかちょっとおかしかったですけど、はい、4回目のゲスト工藤さんに来ていただきました。はい、こんにちは。で、今回もヨガのことを教えていただけるんですか？もちろんです。はい、お、それでは皆さん、はい、今日もヨガをやっていきますので、あれ、コロナに負けないように。そうですよね。はい、もちろん負けないように頑張りましょう。うん、そうですね。はい、気合入れていきます。はい、それではヨガの方ぜひご覧ください。はい、よろしくお願いします。今日は夏のヨガですね。経絡というと、ね、この脾臓の周りの気に滞っているので体調が悪くなるということなので、この周りの気をね、しっかりと流しながらヨガをしていきたいと思います。まずはゆっくり呼吸から始めていきます。楽なあぐらの姿勢、もしくは、正座の姿勢になっていきましょう。胸の前で手を合わせていきます。それではゆっくりと息を吸って、両手を高く天の方に向けて伸ばしていきます。大きく息を吸って胸を引き上げていきましょう。吐く息で両手外側にゆっくりと下ろします。息を吐いて、もう一度息を吸って両手外側から大きく引き上げていきます。吐く息、両手外側ゆっくりと息を吐いて、ラスト下からのエネルギーをご自分の頭の上に集めていきます。後ろに引いて、はい、ラストです。もう一度息を吸って、吐く息、後ろに引きましょう。今度は反対側です。肘と肘、大きく後ろ、息吸って両肘で、吐く息で肘と肘をつけて、もう一度息を吸って両肘を点、吐く息で肘と肘、はい、ラスト、もう一度息を吸って両肘を点、吐く息で肘と肘をつけていきます。はい、それでは次の吸う息で両肘をまっすぐ天の方に向けて伸ばします。お腹を縦に伸ばしていきましょう。お顔と胸は斜め上の方に引き上げて、ゆっくりと呼吸を続けていきましょう。はい、では吐く息で両肘をゆっくりと下ろしていきます。手首を回していきましょう。ゆっくりと足をかきます。はい、今度は反対側も回していきます。はい、結構です。では両手を前について立ち膝になっていきましょう。立ち膝になります。はい、だいたい腰幅に足は開いていきましょう。はい、右の足を横に張り出していきましょう。つま先は正面、もしくは横でも結構です。はい、右手を太ももの上に置いて、手のひらは天の方に向けて、息を吸いながら左手をまっすぐ右の脇に伸ばして、一度上に伸びて吐く息で斜め右の方に手を伸ばします。脇腹、脇の下しっかり伸ばして、下から手のひらを伸ばすことでしょう。ゆっくりと呼吸を繰り返して、正面に戻していきましょう。一息ついて、今度は反対側になります。左足を横に出しましょう。はい、左手を太ももの上に置きます。体正面、右手、耳の脇スルスルっと伸ばしましょう。一度息吸って、吐く息で斜め左の方に手を伸ばします。下から手のひらを覗き込みましょう。ゆっくりと呼吸していきます。はい、一息ついて膝を元に戻していきましょう。ではここからねじりのポーズに入ります。両手肩の高さ、一度息を吸って、吐く息でゆっくりとツイストしていきましょう。なるべく肩の高さ落とさないようにして、後ろの手まっすぐ後ろに伸ばして、ゆっくりと呼吸繰り返していきましょう。はい、吸う息で体正面に戻します。吐く息で今度は左にツイストします。
で体を正面にもう一度行きましょう。一度息吸って吐く息で右にツイストします。じゃあ皆さん、ようチャンネルいかがでしたでしょうか。さんのそのインスタグラムとかの何かこう、はい、アカウントとかおっしゃっていただければと思うんです、ね、はい、ステラヨガ39がインスタグラム、はい、うん、で、今配信しておりますので、インスタグラムライブとかもね、はい、あのやってますので、ぜひそちらの方もご覧ください。で、Facebook の方も、ステラヨガで一応立ち上げてますので、私がやるヨガのクラスだったりとかイベントの方のお知らせ、そちらの方でやってますので、ぜひご覧になってください。 YouTube もちょっとやってます。おお自分のはまた出てください。はい、ありがとうございます。またお楽しみにしていてください。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。以上になります。太陽